アレクセイ・コンドラーティエヴィチ・サブラソフは、ロシアの風景画家、叙情性風景画法の創作者。サブラソフは、サフラソフとも表記される。商人の家庭で誕生した。早くから描画を始めて、1838年に、モスクワ絵画彫刻建築学校で、カルルラブスに指示する。1850年に卒業し、ほどなく、風景画を専門に描き始める。 1852年、ウクライナに赴き、後の1854年に、帝国芸術アカデミー総裁を務めていた、大公女、マリア・ニコラエブナの招待により、ペテルブルク近郊に移住する。1857年に、サブラソフは、ムスプッサの教員に就く。彼の優秀な教え子だったイサークレビタンや、コンスタンチンコ・ロービンは先生について、 敬愛と感謝の気持ちを持って記憶しているという。1857年に彼は美術史家カルル・ヘルツの姉妹であるソフィア・カルロブナ・ヘルツと結婚した。二人の邸宅ではパーベルトレチャコフといった美術コレクターや芸術家たちを楽しませた。特にサブラソフはバシリー・ペロフと親密になる。ペロフはサブラソフの絵画ボルガニア・ユリービッツにおいて ボートトラッカーの絵姿を描く手助けをして、サブラソフは、ペロフの絵画、バードキャッチャーハンターズ・オン・ビバークの風景を描いた。ザルックス・ハブ・カム・バック・ワズ・ペインテッド・バイ・サバ・ロスサブ・ニア、アパティア・フ・モネステリー・イン・コストロマ。1860年代に、彼は、バンコク博覧会を観覧するため、イングランドに渡り、それからスイスに赴く。彼の手紙の一通の中で、 決してアカデミーには開催中の万国博覧会よりも芸術家を進歩させることはできないだろうと綴っている。彼に最も影響を与えたその画家たちは英国の画家ジョン・コンスタブルやスイスの画家アレクサンドル・カラムであった。サブラソフの絵画ザ・ルックス・ハブカム・バックについて多くの批評からからサブラソフの芸術家人生における最高峰の絵画と評した。 巣に帰っていく鳥にまつわる出来事を題材にした、全く自明にして、とてもありふれた非常に単純な風景画であり、感情に突き動かされていたサブラソフは冬から春へと、移りゆく自然を表現したかった。それは、序情性風景画法の新しい様式であり、後年になって批評家により、ムードランドスケープと呼ばれた。この絵画は、彼の名声を高めた。 1870年に彼は移動派の一員になって国家公演のアカデミック美術を打破した。1870年代あたりから彼は徐々にアルコール中毒になっていく。これに至る過程についてはおそらく1871年に娘の死去により始まったと言われており、それは彼の芸術における重大局面につながった。彼は1882年にムスプスサの職を、 解雇された。彼を助けようとする親類や友人のあらゆる試みは失敗に終わる。彼の作品は急速に悪くなる一方であり、晩年は貧困にあえぐ中過ごした。彼は大抵酔っ払い、たびたびボロ服を身にまとう。ついに彼は保護施設から、さらに保護施設へと点々とさまよっていることに気がついた。1897年にトレチャコフ美術館創設者、 パーベルトレチャコフ並びにムスプスサの門営のみが、葬儀に参列。ありがとうございます。